はい、どうも、アジロチャンネルです。本日は久々に小部屋で撮ってる気がするんですけど、もう2021年、だいたいこの時期になると、いつも年末の企画の準備をしたりとか始まってるんですけど、今年の年末年始に向けて、今自分が考えていることや、ちょっとこれまであった、いろんな出来事の話をちょっとしていこうかなというふうに思います。YouTube を始めてから5年間経って、基本的に、夏休み、春休み、冬休みって基本的にイベントあるんですよ。自分らのイベントっていうよりかは、どこかとコラボしてのイベント、タイアップイベントみたいなのあって、毎年やらせてもらってます。で、今年も大体その準備が始まるんですが、野球ショップとコラボして、イベントとか何かをするときに、こんなことがありました。もしくはこんなことがしたいですっていうのを、ちょっとお話ししていこうかなというふうに思います。で、最後にちょっと今自分が気になってる野球ショップなんかもですね、ちょっと話せていけたらいいかなというふうに思います。まず早速なんですけど、基本的に今イベントって年末年始とか夏休みの店舗絡んでくると、外でこう野球のイベント実技ではないんですよね。その場合は基本的にお店ってあまりこうコラボっていう感じじゃないので、基本的にお店の中で行う夏のセールとか、冬のセールとか、春のセールとか、そういうのが基本的に絡んできて、そこの広告媒体として自分らがこう発信してっていう感じになってきます。で、先にお話しすると、自分らレベル、の YouTuber をお店に呼んだだけではぶっちゃけ商品って売れないんですよね。っていうのも、ただ来店してますだけだったら皆さんも特に何も買わないじゃないですか。ただ行って会えるだけだったら別に売り上げが上がるわけではないんで、ただ呼ぶだけ無駄なんですよ。っていうのがまず最初にあります。まあこれまでいろんな話を聞いてきた中で。それがトップ YouTuber さんだったらまあ話は変わってくると思うんですけど、まあ自分のレベルの若手だったら呼んだだけではまず売れないっていうのが第一にあります。で、そうなってくると、じゃあどうしたらこうお店も盛り上がるかっていうのはやっぱりここで2つ分かれるんですよね。自分らを知ってくれてて、なんとなくこう、あ、こういう感じの子たちなんだなって分かってくれるお店はウェルカムなんですよ、基本的に。まあ、信頼してくれてるっていうか、これまでのイベントとかの実績を知ってくれてて呼んでくれるっていうお店、まあ、年末年始限らず夏休みとか冬休みとかあるんですけど、でもやっぱり警戒はされてるんですよね。自分らレベルだと来たところで何ができるんだみたいな、トップの人たちだったらまあこう呼べば間違いないみたいなあるかもしれないんですけど、呼んだからといって何も利益が出なかった、何もメリットがなかったってなると、まあ、お店も損をしてしまうと思うんで、お店側も呼びづらい、この若手のところって多分呼びづらいっていうのがあるとお店もかなりあると思うんですよ。で、めちゃくちゃ警戒されてるんですよね。けど1回2回こうイベントやらせてもらったお店ってまた呼んでくれてリピートしてくれるんですよ。っていうのがあるので、その辺はちょっと自分らの知名度と実力もあるんですが、お店によっては意見がかなり分かれてくるっていうのが今の若手のチャンネルに対する意見かなっていうふうに思います。ただまあ若手とは言っても自分らもずっと活動してきてる中で、ちょっとここでこれまであったちょっとやばい事件をですね、やばい事件っていうかそれはどうなんだっていう事件をちょっとお話しします。まあ、そのイベント関連とかなってくるんですけど、ちょっとイベントやりたいですっていうお店があって、そのお店自分行ったことなかったんですよ。なので、で、連絡もらって、こう話をしていく中で、そのお店の、まあ、イベント告知みたいなのをするので、一回お店にこう来ていただいて、まあ、撮影して拡散するっていうのがいつもの基本的な流れなんですけど、まあ、それを説明したところ、連絡をいただいて、こう何回かやるとしてたんですよね。で、2、3日でこう話が決まっていったところで、突然その連絡が来なくなったんですよ。急に連絡来なくなって、あれちょっと遅れてなかったんかなみたいなメッセージが。で、もう一回こう送り直して、それでもやっぱ返信がないみたいな。で、お店さんがやっぱまあ呼ばない感じになったんかなって、まあそういうのはまあギリわかると思うんですけど、それで4ヶ月、5ヶ月ぐらいしてから突然連絡来て、で、話は変わるんですけど、このグローブ売りたいんですけど、何かいい方法ありませんかねみたいな、急になんか来たんですよね。で、それがちょっとやばいなと思って、話が向こうがストップして、その断りの連絡なかったんですよ。ちょっとじゃあ今回のイベントはなしでみたいな、また次回ちょっともう一回練ってやりましょうみたいな話なくて、連絡が来なくなって、その3、4ヶ月後にこのメーカーのグラブ売りたいんですけどみたいな、それはちょっと社会人としてやばいんじゃないかなって自分は思いましたね。自分らもこれ遊びでやってるわけじゃないので、毎日ネタ作って動画作って撮影して企画ずっと考えて打ち合わせしてってやってるのに、まあ、当時多分登録者が5万ぐらいだったんで、まあ何とも言えないんですけど、ちょっとそこはやばいなと思いました。まあその店さんとはもう絡んでないんですけど、しかもそれ担当者じゃなくて多分社長とか代表とかその辺のレベルの上の人だったんですよね。っていうのも踏まえて、やっぱり両方にメリットがないと基本的にそういうのって起きないっていうのも
まあ改めてその辺今話してて分かったんで、お店にまずメリットがあるのはイベント時条件として絶対なんですけど、そこに自分らのメリットがあるっていうのもかなり大事になってくると思うんで、またちょっと年末年始ですね、イベントの準備としていろいろやっていけたらいいかなというふうに思ってます。で、基本的にお店で片付けする企画の時、その来店してお客さんのグラブを片付けする時って基本的に自分らお金をもらってないので、全部お店のお金なんで、多分それだけでも10個つければ2万とかまあ利益が出るので、2万だけでもグローブ1個売ったのと一緒になるんで、まあ、そういうのもありながら、このでかい何かのイベントっていうのも加えていけたらいいかなっていうふうに思ってます。なので来ただけでこう来店しますんで売り上げが出るわけじゃないので、やっぱりそこも考えながら、あの夏休みとかもうちょっとコロナが落ち着いてこうでかいイベントやるってなった時に、その辺もしっかり考えてやっていきたいなというふうに思います。最後に、まあ、ちょっとコロナの関係もあるので、なかなかこう飛び回って、まあ、自分全部移動車使ってるんで電車とかあんま使わないんですけど、行ってみたいお店3つ今ありましてですね、まあ、第何位とか別にないんですけど、行ってみたいお店3つが、1つ目、スポーツアクトさん。スポーツアクトさんはいろいろネットで商品買わせてもらってるんですけど、お店行ったことはないんですよ。っていうので店舗別注のあのバッティング手袋、送料手袋いつも買わせてもらってるんですけど、まあ、お店もすごい広いって思うんで、ちょっと撮影行ってみたいなっていうのはあります。っていうのと、もう一つが87スポーツさん。これも行ったことないんですけど、結構 SNS チェックさせてもらってて、いろいろこう面白い投稿があったりとかしてますので、87スポーツさんもちょっと行ってみたいなっていう、撮影してみたいなっていう気はしてます。インスタで結構写真見させてもらってるんですけど、見てて面白いなっていう商品がちらほらありますので、ちょっとその�辺も調査したいなっていうのが2つ目で、ラストがダイワスポーツさん。ダイワスポーツさんはですね、すごいこの前リニューアルしておしゃれな店内なんですけど、ダイワスポーツさんの YouTube があるんですよ。で、それを出たばっかの時、でも登録者が本当に100人行く前に見た時に、店長さんのですね、オーラ、いや、この人ちょっと周りと違うなっていうのがあって、まあ、それちょっとドータさんに、いや、この人多分伸びてきますよって自分言ったんですけど、その方にちょっと会いに行きたいなっていう、ちょっと撮影行きたいなっていうふうに思ってます。っていう感じで、まあ年内は多分行かないと思うんですけど、年明けになってもう少しこうコロナが落ち着いてきたら、まあ自分車で行くことになると思うんですけど、撮影をですねしていきたいなというふうに思っております。そんな感じで本日は年末に向けたいろんな企画の話だったりとか、これまであった出来事とか、行ってみたいお店をお話ししました。ぜひ皆さんのおすすめのお店、こういうところがあるからこういうお店がいいですよっていうのを教えてください。そんな感じでまたこういう話もできたらいいかなというふうに思ってます。それでは今日のチャンネルは以上です。イオリューション。そして10月のプレゼント企画はこちら、 GS 秋冬ウェアのセットを2名様にプレゼントします。 GS レインボーパーカーと GS スウェットになっております。サイズとカラーを選択できる状態で、パーカーの手首には好きな番号を刺繍できるシステムになっております。チャンネル登録&コメントで応募完了です。ぜひこの秋冬もしっかり乗り切って自主トレにご活用ください。当選者の発表は11月1日の動画で発表いたします。そして自分らが監修している GS シリーズのグッズも販売されております。グローブ、スパイク、 T シャツなど動画の概要欄から購入できますので、ぜひチェックしてみてください。夏に合わせた T シャツも販売されてますので、ぜひよろしくお願いします。詳細はモンタナスポーツさんのホームページからチェックしてみてください。オーリオショー。